はい、本日のゴミ拾いです。今晩のゴミ拾いです。最初ね、これだけこのゴミ袋だけ持ってきたんですけど、この左のゴミ袋だけ持ってきたんですけど、あとの袋はね、結構ね拾えるんですよね。ビニール袋、このビニール袋も拾って、缶とか瓶とか詰めて、だからなんかわらしべ長者じゃないですけど、あのゴミ拾い長者みたいになるんですよね。こうちっちゃいビニール袋だけ持っても、今回なんか瓶のこれでけえ瓶の瓶ビールの瓶落ちてまして、これ初めてですね、これ拾ったん。これね、考えながらゴミ拾ってましたけど、これどういう風な気持ちで捨てんのかなというか、これポイって捨てられないじゃないですか。ポイって捨てたら多分割れちゃうと思うんですよ。だからそっと置いてったんだろうね、そっと寝かしてた感じ。だからどういう心境でこう捨てていくのかなとか思ったり、しました。はい、以上です。ということで、後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。